地図ベルサイユは、フランス北部のイルドフランス地域圏に位置するコミューンで、イブリーヌ県の県庁所在地である。ベルサイユの外区ベルサイユ宮殿の所在地として、有名である。パリから約 20km 南西に位置し、パリ中心部からは普通電車で、最短約17分、ラーで約45分であり、フランスの首都圏の一角を占める。このほサンルイ地区と呼ばれる、旧市街、 ノートルダム地区と呼ばれる歴史的居住区がある。イブリーヌ県庁ベルサイユ市長ベルサイユは、1682年5月から1715年9月、1722年6月から1789年10月、1871年3月から1879年に、フランスの実質的な首都機能を持つ。ただし、これらの時期を通して、公式な首都は、パリ、 公式宮殿は、ルーブル宮殿である。市内の主要駅は3つである。ベルサイユは、フランス語発音、ベッサ・ジェ日本語のカタカナでは、ベルサイユ、ベルサイユの表記が見られ、漢字では、ボン、ボンジサイと表記する。米国には、ベルサイユと名付けられた地名がある。フランスのベルサイユのアメリカ英語読みは、英語発音、V プシロン R、サイであるが、 米国の地名の場合は、英語発音、ベセイルズとなり、発音もアクセントも異なる。同様に、元の地名と米国での地名との間で、綴りが同じなのに発音が違うものにバーミンガムとバーミングハムなどがある。ありがとうございます。